メイクルちゃん、なんかまたするんですけって言ってそうなんです。今回は、この、この、椅子。カズさんが好きなこの椅子を、ここだとね、なかなか普段使えないので、これを場所を変えようと思います。どこに変えるかというと、こちらに移します。これが縁側なんですけど、この縁側のところに椅子が2脚あって、これはですね、コールマンの椅子なんですけど、そこにこんな感じで、カクッとなったスポンジを、ウレタンを、ちょっとこう、カバーをつけて、背もたれと、あと座面にしてるんですけど、これはね、ブログに載ってるから、ご興味ある方は見てほしいと思うんですが、で、これが色違いで、もう一個、こんな感じであって、で、ここに、さっきのラウンドチェアを持ってくると。これを、まずは溶かして、ほら、かっこいいよ、やっぱり。で、これめちゃめちゃいいかもしんない。いいですね。そう、これを1個だけだとダメだから、もう1個、こっち側にそう、置きたいんだけど、それをどうするかっていうと、これです。これ、もともとダイニングチェアで使ってたんだけど、こうやってね、ですごいいいんだけど、ちょっと今大きいんだよね、今のところには、で前々からこれとなんかセットになるかなって思ってたから、ここで思い切ってカットしようと思います、何を得意の足をカットしようと思います。そもそもこのこっちもそうね、私がカットしたんですよ。ハニーさんが自分で切ったノコギリで、そうこの足をですね、そうで、同じ高さにするってことで結構段差違うもんね。そう、10センチぐらい違うから座面の位置がね、こんだけ違うと。なのでこれをちょっと頑張ってノコギリさんで切ってしまおうと、切ってみようと思います。どうなるか、さてどうなりますか。この定規を10センチのところでテープを留める。ここに合わせて、こんな感じで合わせて、これをまっすぐにして、そして印をつける。この線をこうやって進んでいけば、ほら、こんな感じ。本当はこれなんか、もっと簡単な方法があると思うんだけど、これがこう円柱が少しずつこう太くなっていってるから、例えばだけど紐でなんかこうやってね、くるってやりたくってもちょっとずれてくんですよね。なので今の方法で少しずつこう点をね、描きながらつなげていく方法で線を描いていこうと思います。あとこれを3つ、
が柔らかいから断面が綺麗。木が細かいからか。木目が細かいからすごい切りやすい。へえ。そしてこっちはこんな感じ。これをあと3箇所やります。いやすごい。ほらほら。そして切ったのはこれ。これはうまく使えないかなと思ってるけど、多分取れないんだろうな。これで掴んで回してみたら、そう、これいいよ、まめっちゃラウンジチェアになったね。でしょ。ちょっと下の方が、後ろの方がね、低い。もっと後ろ低くてもいいんだよね。こんなもんか、これと比べるとね。うん、まあでもあなたが座りやすきゃいいんじゃない。うん、素晴らしい。でもあれを10センチ、あ、1センチ低いんだよ、こっちの方が。同じ高さ、うん、素晴らしい。こんな感じで低くなりました。高さもだいたい同じ。へえ、いい感じ。ここに前足にちょっと角材を置いてみて、前の方に角度をつけたらどうなるかをちょっと見て、実際座ってみたらやっぱこっちの方がすごい楽だったから、まだ少し余裕があるから後ろの足をもうちょっとだけ切ろうと思います。ここまで切れるかな、2センチぐらいかな。あとこれだけ切ります。結局昨日この2つ分を、後ろの足をカットしました。でやっぱ座りやすくなったということで、今日はここにヤスリをかけていきます。これを使って大きく削ります。これはね、すごい根が長くて危ないから必ず手袋をしましょうね。だいぶさっきと比べて丸くなった感じ、滑らかになった感じですね。でここにこれをつけられるかどうかっていうね、こうやって、そうするとこの木のところが直接地面に当たらないで、このね、なんだろう、これ柔らかいものが床に当たると。これはもともとのこのね、椅子についてたところを昨日取ったっていう感じですね。これをあと3つやると。ここと、ここと、
じゃあ、しちゃった。じゃーん。足がこうなってるんだ。あー、できたできた。で、少しこうお尻の方が下がってる。いいね、できた。すごい感動しちゃった。ほら、足とかもさ、これすごくない？ほんとだ。あ、ちゃんと傷つかないようにね。そうで、これね、やったらね、ガクガクしなくなった、あんまり。あ、そう、うん、あんまりね。まあ、手でやってるからね。あの、プロがやったわけじゃないから、ちょっとガタガタしちゃうの。そうそう。あ、それで、ここと、そう、これをちょっと溶かして、ここが違うところで使って、うん、これも良い椅子だったけどね。そうそう。あ、いいね、すごい。どう、このいい感じ。やっぱ安定するね、この椅子が。なんか重みがあって、確かにね。前はね、このアウトドアチェアをちょっとカスタムしたやつだったからね。そう、いいじゃん。はあ、いいよ、これは良さそう。めっちゃいい。いいですね。いい。なんかちょっとこのさ、後ろにこうね、うん、行く感じ。足をね、後ろ短くしてるからね。そう、3センチぐらいね。この椅子もそうだけれど、完成。やったー。ハニーさん張り切って頑張りました。頑張った、めっちゃ素敵。いい、ね、ここでたくさん本読んでコーヒーを飲もう。そうしよう。はーい。あー、ありがとうございました。お疲れ様。ありがとうございました。またね、ガズの家。またね。よろしく。今日も元気だな、この子は。そして、もともとあったところに、ここのコールマンのチェアが来ました。なんかこれによって部屋が明るくなった。ねえ、くるちゃん。